東日本大震災の原発事故から間もなく5年目を迎えますが、2015防災ギャザリング実行委員会は、東日本大震災の被害状況や原発事故の影響、その後の復興状況などを再認識するため、南相馬市桜井勝信市長を招き、南相馬市に生きる震災を振り返ってをテーマに講演会を開催しました。講演会では神奈川横浜防災ギャザリング実行委員長森誠一さんが、阪神淡路大震災から20年、東日本大震災から5年を迎えようとしていますが、いつどこで災害が起こるか分かりません。そのために防災の準備は欠かせませんと、防災の大切さについて挨拶しました。私の思うのは、神奈川ではですね、県を挙げてですね、被災地支援ということをやっております。で、私なんかもそのここの、神奈川東日本大震災ボランティアステーションということで、県と神奈川県と神奈川県社会福祉協議会、それから、神奈川災害ボランティアネットワークでですね、被災地支援のための、事業を立ち上げまして、で丸々2年組織立ってですね、避難地支援を行いました。その中の活動されたボランティアさんがいろいろその事業終わった後いろいろ分かれましてですね、それぞれの支援をされてますね。講演会には生協組合員や消費者など200名が参加し、桜井市長の実体験にまつわる話を真剣に聞き入っていました。南相馬市は原発のある双葉町から少し北に行ったところで、事故当時マスコミも入らず、その状況はほとんど報道されませんでした。原発事故の影響は今も色濃く残っており、復興が待たれています。安全安心と言われた原発の神話が崩れ、今後の動向が注目されています。震災直後に南相馬市を取材した模様がフードボイスでご覧になれます。アクセスしてみてください。